はい、どうも吉宗です。今日はね、iPhone の iPhone 40 Pro のインカメで撮ってます。どんな映像になるか、この辺のあの何ノイズとかどうかとかね、でね、先日の話の続きになるんだけど、そのスピードが遅いのはニューロのせいじゃなくてパソコンのせいじゃないかっていうことだね。まあおさらいとして言ってしまえば、結局アップルサポートに電話して、画面共有してもらってスピード測って遅いよって、これを改善できるのは初期化しかないっていうことで初期化をしようとした。で、OS をダウンロードするのに Wi-Fi につないだんだけど、 Wi-Fi にはつながってることになってんだけど、パソコンはそのインターネット探してんのよ。要はルッキングフォーインターネットってね、要はつながってないってこと。で、その状態で、残り時間、最初はね3時間だ、3時間。ね、大体ここからね、大体ね、普通のネット環境だったら、20分もあれば、2、30分あれば、初期化できるんだけど、それがね、最初、その残り約3時間って出て、それが5時間、7時間、10時間、増えていく。そりゃそうだよ、ネット繋がってないんだもん。ダウンロードがゼロってこと言おうがね。っていうことで、もうどうしようもなくなっちゃったわけよ。で、またアプリ電話してさ、できないんだけどって言って、じゃあ、ちょっとお預かりしますということで、修理に出しましたね。それは、ここまで、前回まで言ってたこと。で、それから5日ぐらいして帰ってきて、修理レポートには、異常は見つかりませんでしたと。総合的な、テスト診断をした結果、不具合は見つからなかったというふうにことで、OS をインストールして返してくれました。ということでね、今回のシルバーウィークね、17、18、19、まず3連休でしょ。で、23、24、25も3連休でしょ。このあたりで何回かね、スピード測ってみました。ただね、特に夜だね、8時とか9時とか、人が一番使ってそうな時間っていうのかな、10時とかになると、結論から言うと、0Mbps。要は、インターネットがありません状態。つながってんだよ、ニューロに。インターネットがありません、ということ。で、一応僕は、幸いのことにね、JCOM の、環境もあるんでね、これはもう部屋についてたもんなんだけど、120メガプランということで、スピード測ると大体ね、その時間帯関係なく100メガ以上は出るんだよ。下りはね。上りはでもね、JCOM のシステム上10メガなんだよね。で、測れば大体 9. 点なんと、なんぼメガとかなんだけど、Mac も iPhone もそうなんだけど、JCOM と、ニューロかを、優先するネットワークっていうところに登録してるんだけどさ。で、ニューロにつないでるんだけどね。結局、ニューロがゼロになるとパソコンの方でインターネットがなくなるからって言って JCOM につなぐわけよ、勝手に。 iPhone もなんだけど、だからスピード測るときにね、キャリアじゃないね、その JCOM って出るときとニューロって出るときがあるね。ニューロって出るときはいいんだけど、ほぼほぼ JCOM ってなるんだよ。っていうことはニューロにつないでいったんだけど、ニューロがゼロになって、JCOM にパソコンが勝手につないだということになるんだけどさ。それが頻繁に起こってるっていうことは、頻繁にゼロになってるっていうことなんだよね。ということで、この件に関してはね、ちょっとね、もうニューロにね、電話したくないんだよ、俺。だけど、このゼロっていうのは、サービスしてないのと一緒だからね。インターネットできないんだ。ここについてちょっと聞いてみようと思う。でね、ツイッターなんだけど、言っていいんじゃない、ゴールデンボル男さんっていう人の、
投稿なんだけど、ニューロ光集団訴訟を検討中ですと。うん、でまず一つ目、広告でね、まあ、広告ネットで申し込むページでもそうだし、まあ、家に入ってくるチラシでもそうなんだけど、高速回線2が出ますよって歌ってるにもかかわらず夜間帯の明らかな、速度低下ということで、この方は景品表示法違反ということを言ってる。それから、総務省が定めているパケロス率、うん、ちょっと僕パケロス測れるあれ持ってないんでちょっと分かんないんだけど、まあ、これがね 0.1% っていうふうに決まってるらしいんだけど、まあ、これを超える平均が 10% 近い数字が出ているということで、電気通信業、電気通信事業法違反ということだね。それから、まあ、使用対応だよね。うん、異常はないと。解約するなら違約金を払えと言われたと。こういうことでね、集団訴訟を考えているというツイートを見つけました。うん、これはね、YouTube でも上がってる、この言ってることはね、あの集団訴訟をどうのこうのって言ってるんだけど、僕的な解釈っていうか、これに対する回答。高速回線を歌ってるけども、必ずね、あの高速回線をでっかい字で書いてるよ。2GBPS 最高って。だけど、その下にちっちゃい字でね、ベストエフォート式ですって書いてあるから。うん、ベストエフォートっていうのは、その使用状況によってスピードが変わりますよっていうことね、要は。だから、この速度低下っていうのは、ベストエフォートだから、下がる、うん、ここに対しては、ニューロはそこを全面的に押し出してきます。うん、まあ現実そうなんだけどね。でこのパケロス率っていうのはちょっと僕分かんない、何のアプリで測れるのか分かんないんだけど、まあこれが1割近くで数字が出るということだよね。あとは、まあサポートに照らしても異常はないと。解約するない薬金を払いという、うん、招待用ということで、ね、集団訴訟を検討中ですということなんだけど、うん、まあ、これはね、おそらく勝てないと思うな、俺はな。うん、ただ僕の場合どうなんだろう、ゼロっていうの、うん。ここに対してニューロが何をしてくれるのか。うん、一応回線テストもしてもらったんだけど、まあ、2週間ぐらいしてね、もう電話かかってきて全く問題ありませんという話だった。回線テストはね、まあ、どういうところを回線テストしてるのか分かんないんだけどさ。ということでね、この速度低下じゃないんだ、僕の場合ゼロなんだよ、速度出ないっていう。そこをちょっとね、ニューロに聞いてみたいなと思います。ニューロ電話したくないんだけどさ、使用対応だから。うん、で一応ね、まあメンテナンス情報見たら、10月の20日、うん、ちょっと時間帯忘れたけど、ね、札幌はね、120分程度の、通信断が発生しますということで、まあ、これがただのメンテナンスなのか設備増強なのかっていうのはちょっと僕分かんない、詳しいとこそこまで書いてなかったから。これが例えば設備の増強であれば、もう少しスピード上がってくるんじゃないかなと思うんだけど、どうもね、まあ、このまあ、スレッドに対して、まあね、皆さんコメントとか書いてるけど、まあ、ここまで落ちてる人ってそんなにいないんだよね。でもね、現実問題やっぱりね、平均で400ぐらいは上り下りもね出てるみたいなんだよね。これはね、うん、まあ、これは訴訟してもお金の無駄遣いかなって思うな。うん、これこんなことにお金使うんだったら消費者センターに言った方がいいと思う。果たしてこれが景品表示法違反に当たるのかどうかっていうところだよね。まあ、証拠揃えなきゃならないし、写真撮ればいいだけの話なんだけどさ、絶対書いてあるから下にちっちゃく、ベストエフォート式ですって。もうそれ書かれちゃったらこっちどうもできないんだよ、遅いって言ったって。ね。で、その理由なんだけど、ゲームやるでしょ、みんな。インターネット、オンラインゲームっていうの。うん。どうもあれが原因らしいんだよね。でゲームやる人って、まあそのね、みんなが土日休みなわけじゃないから、休みの前の日の夜中とかさ、
この時間今1時半ちょっとなる前なの、夜中のねなる前なんだけど、まあ、こういう時間もやってるわけだよねゲーム、うん、でニューロ光引いた当時は上り下りも400、500とか昼間なら800とか出たんだけど、この動画撮る前に測ったら、下りが、20メガぐらいか、上りが、500何十メガ、600メガぐらい出てんだよね、うん、だから、まあ、ONU の故障っていうのはちょっと考えにくい、昼間スピード出るから、うん、まああと言われてるのはその電線からの配線だよね、まあ、これの断線が考えられる、まあ、これも考えられない、これがいつもそのなんていうのかな、20とかさ10とか5とか0とかっていうんであればその配線の異常も考えられるけど、その昼間の時間帯とかね、500両方500とか出たり してるからさ、設備的な問題じゃないと思うんだよね、うん、っていうことです。うん、なんせひどいニューロは、うん、使い物にならない、はっきり言って。だって僕このね iPhone40 Pro 買ってきてさ、でニューロにつないでね、で前の13横に並べたらさ、あのもじゃもじゃもじゃっていうのが出てさ、要はバックアップから復元してくれるっていうのになるんだけど、アプリが全然ダウンロードされないの、遅くて、うん、だから僕ねその時はもうジェイコムにつなぎました、はっきり言って。だからすぐ終わった。そのぐらいニューロが遅いんだよ、うちは。まあゼロになるぐらいだからね、うん、だからねこれはちょっとねニューロにどうなってんのかどうするのか、うん、だって俺だってその回線スピードゼロになるもんにお金払いたくないもんね、誰だってそう思うよね、うん、ということでね、まあ、これはねまた、ニューロに電話した後にねご報告しようと思います。はい、ということでね、皆さん、まあ、ほとんどの人は快適に使ってると思うニューロは、うん、ただ札幌っていうのは、まあ、最近始めたんだよニューロがね、最近ってここ2、3ね、うん、なんでそのゲームする人からしてみればやっぱり回線早い方がいいじゃない、うん、と思ってニューロに入ってると思うんだよなきっと、うん、だけど、まあ、そういう人がバーッと入って、まあ、オンラインゲームをやるから夜中でも回線スピードが出ないって言ってこなくなったっていうことだと思うんだよね、うん、なんでまあ10月20日の、ね、メンテナンスが一つの目安、早くなるのかどうか、といってもただのメンテナンスなのかっていうところ、設備増強なのかメンテナンス、ただのメンテナンスなのかっていうことね。ということでね、とりあえず、キンキンにね、ニューロに電話して、その理由っていうのは分かんないと思うけど、どういう対応してくるかね、うん、聞いてみようと思います、このゼロになる理由ね、うん、ということでね、今日はねまたニューロのお話でした。はい、でまあ、集団訴訟を検討されているという方がね、ツイッターで、つぶやいているということですね、うん、まあ、結構2024件のリツイート、引用リツイートもあるしリツイートもあるしね、5万1000のいいねもついてるし、やっぱり同じこと感じてる人いるのかな、これね、こんだけついてるってことはね、うん、ということでね、また後日動画を上げたいと思います。それでは今日はこの辺で、次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。